全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。障害年金の手続きにおいて診断書の作成は最も重要なことの一つです。この診断書の内容次第で障害年金の結果が変わることも少なくありません。しかし医師の中にはこの診断書の作成を拒否する人もいます。私の経験では診断書の拒否まではいかなくても作成を渋る医師の割合は約 20% です。つまり5人に1人は診断書の作成に難色を示すわけです。そしてこの重要な事実を障害年金専門の社労士の多くは情報発信していません。なぜこの重要な事実を伝えないのか、その理由を考えてみました。理由1、余計な不安を煽りたくないから。おそらくこの理由が一番大きいのかもしれません。多くの医師は診断書を依頼すれば承諾してくれます。一部の障害年金に非協力的な医師、理解のない医師の存在を強調して障害者の不安を煽るのはいかがなものかという考えもあります。しかし頼りにしていた医師が診断書を拒否し、ショックで症状が悪化してしまったうつ病者を私は何人も見てきました。それならいっそ事前に診断書を断られる可能性があるという事実を事前に知っておいた方がショックが少ないと私は考えるのです。その方が改めて診断書の作成をお願いするにしても、別の病院に転院するにしても気持ちを切り替えるのが早くできます。だから私はホームページやブログの記事などを通して時折医師が診断書の作成を拒否したというエピソードなんかを話しているのです。理由に、診断書の作成を拒否するのは精神疾患の人が多い。身体障害の場合は障害年金の基準が明確なため、患者が障害年金の対象となるかを判断するのは比較的容易です。なので医師も障害年金の基準を満たしていれば基本的に診断書を書いてくれます。しかし精神疾患は日常生活や就労状況が大きな判断基準となるため、障害年金の対象となるかどうかの判断が難しいというのが特徴です。医師は普段の問診では日常生活の状況は細かく聞きませんので、患者の日常生活状況を軽く判断しがちです。軽いと思っているから診断書の作成を断ることも多いのです。このことと社労士が医師の診断書拒否を語らない理由は関係あるのか。もちろんあります。ほとんどの障害年金社労士は全ての病気や怪我に対応しています。そのため精神疾患ばかりをサポートしているわけではありません。診断書を拒否する医師は精神疾患で多いが、多くの障害年金社労士は精神疾患以外もサポートしている。そのため精神患者特有の医師の診断書作成拒否という状況をあえて伝える必要もないということです。私が医師の診断書拒否問題を時折取り上げるのは、私がうつ病に特化した障害年金社労士だからです。このあたりが他の障害年金社労士さんと私のスタンスの違いであり、全国障害年金パートナーズの強みでもあります。まあうつ病に特化している分身体障害などは弱いですけど、診断書が拒否されるケースがあるという事実を知らないうつ病患者もいるため、現実をありのままにお伝えしました。事前に想定していれば何かあっても大きなダメージを受けなくて済みます。もちろん私たちがサポートする場合は、診断書を拒否された時には改めて診断書をお願いしたり、
別の医師を探すためのアドバイスなんかもしていますのでご安心ください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。